コザの裏側？魅力あふれる沖縄市コザを紹介します。コザの裏側、定番からディープなところまで地域のみんなもひっくるめて楽しくお届けします。とにかく見ればわかります。コザに遊びに来たくなっちゃうよ。コザの裏側。宮島真一です。ミクトリーです。元気を振り取り戻したい。なんて？なんて？取り乱したい。取り乱したい。もうすでに取り乱してるから大丈夫。今回のコザの裏側は、まあ、今まん延防止の状況に、まん防がね、まん防がね、はい、真っ只中ですよ。そう、はい、ってことで我々もなかなかロケをするっていうことがね、行きたいよね。今年は行けるかなと思ったけども、うん、そうなんですよ ね、まさかまさかの展開で、うん、そうなんです、うん、それで今回はですね、沖縄市コザの、まあ、飲食をですね、はい、テーマに今後、今、これからじゃあどうするかっていうような話をね、この方をゲストにお呼びしてですね、お話を伺いたいと思います。沖縄市料理飲食業組合の組合長、富山さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すいません、こんな重たいみたいなテーマの時に呼んで、本当にもう今みんなが大変なんでですよね、はい、そんな中ありがとうございます。でもやっぱり見てる方にもね、うん、こう現状も知ってもらった上でやっぱり応援してもらいたいなという気持ちもありますので、はいはい、ぜひよろしくお願いします、はい、まさに今この状況、富山さんにはどういうふうにお考えを感じているのか。ね、もう今年は少し落ち着くかなと思ったんですけど、やっぱりまだまだ厳しいっていうのと、まあ、しばらく付き合っていかないとやっぱりいけないのかなっていう部分が大きいですね。やっぱりもう3年目に入るんですよね。もうそんななる、そんななるってない、子供の成長みたいに言ったけどだからよね、考えたら、だから2020年の、まあ、春先ぐらいからですよね、うん、2月とかなんかそれぐらいでしたよ ね、 ね、うん、もうなんかそのオミクロンですか、はい、っていう名前とかもさ、もう台風じゃないんだからさもうデルタとかね、なんとかとか来るけどさ、うん、俳句どっか行ってほしいね。ねえ、いやでもそんな中やっぱり嘆いてるばっかりじゃね、うん、私たちも生きていかないといけないし、うん、っていうところもあるじゃない。そうですね。でそんな中2020年2021年と踏ん張って踏ん張って、うん、はい、いろいろね、はい、あのやってきましたよね、うん、仕掛けを、はい、うんうん、そう、で組合自体もあの料理に対する安心安全はかなり強化されてるんですよ。今まで見ようとしたところを、まあ、改めて見つめ直して、うん、かなりレベルは上がってきてるんですけど、 あまりにも長すぎて、そうですよね、もうちょっと疲れすぎてね、せめてゴールが分かってればそうそうそう頑張れるけど、はい、ですよね、分かる分かる。正直富山さん、この精神状態モチベーションとかって、まあ、キープするのに個人的に何か心がけてる、こう、あ、知りたい、暗示でもいいしアクションでもいいし、青森でもしかないんじゃないですかお家でですよねただやっぱりあの組合員全員で今は LINE とかやってるんで、うんうん、みんなでも同じ問題なんで、みんなで共有しながらちょっと励まし合うっていうか、元気を出していく、うんうんうん、なので新しい何か違う取り組みをしないとやっぱりちょっと心折れてしまうんで、うんうん、もうどんどん新しい何かをみんなでやっていこうっていうのがやっぱり元気の源なのかな。あ、そうですよね、うん、やっぱ一人だとこう立ち向かうのに限界があるけど、そうそうそう、仲間がいるってなると、うん、力強、心強さは全然違いますよ ね、 うん、うん、助け合うっていうところは本当大切ですよ ね、 そうですね、はい、でもこれ正直僕はあの言いづらいことかもしれないですけれども、うん、この、まあ、2年3年目突入していくっていうこの期間の中で、うん、あのもう商売を変えてしまったとかっていう方も少なくないですか、うん、いますね、いますか、はい、でまあ売りたいとか、うん、まあ、売ろうにも売れないわけですよね。そっか、なので、まあ、組合全員で、まあ、力を合わせて、まあ、やらんといけないということで、まあ、総菜一応、うんうんうん、4月から11月ぐらいまで長くさせてもらったり、うん、で11月29日にあの、まあ、ステーキの町宣言ということで、うんうんうん、そうですね、一店舗一店舗頑張るんじゃなくても町全体でやっぱ力を合わせてやった方が今後につながるんじゃないかということで、まあ、肉の日も設定させていただいてます。さすが組合長ですね。いや本当よ、やっぱムード作るのって大切だからさ、大事、ムードに結構みんな左右される節があるから。あるよ、あるよね、ある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 、うんうん、そのムードをまた新たにチャレンジしていくっていうのは大きいですし、はい、逆にこれ私たちもほら、うん、あのステイホームとかね、はいはいはい、いろいろある中でそういう飲食業の皆さんたちがこうやって頑張ってくださってる分、うん、そこで楽しめるっていうありがたさもやっぱり、あ、だから頑張れるみたいなやっぱところもあるんですよ、はい、だからテイクアウトとかも皆さんがやっぱり変わる
ってもらうんで、やりますもう本当に。こっちとしてはもう頑張りがいがあるんですよね。もう嬉しいです。今までほらお店に行かないと食べられなかった味が家で食べられるっていうまた新鮮さがあったりとか、はい、あの今までになかった出会い、はいはいはい、こういうところもテイクアウトやってるんだって、行ってみよう、やってみようって言って、でコロナが落ち着いた時にじゃあそこのお店に足運んでみようっていうまた新たなつながりができるから、はい、ね、もうそこはもう逆手にとって、うん、もううまくね、こう次のこう時代に、はい、ウィズコロナの時代につなげていかないといけない。確かにね、私はすごく助けられました、うん、そういう意味では。テイクアウトもそうだし、キッチンカーっていうね、はい、新しいパターンも増えてきましたよね、はい、増えましたね、本当にね。車検入れたれ。車検入ってるわ。あれ入れんでいいんじゃないの、あれは。キッチンカーは入れんといけないんだよ。またまあいろいろ仕掛けてきたんですけど、またこれから先、うんうん、展望とかこんなやりたいな、うん、みたいなあります？一応まあ11月29日をいい肉の日ということで、うんうん、肉の日に沖縄市は設定させてもらったんですけど、まあ、これを毎年やるのと別に毎月の29日を、はいはい、肉の日っていうことで、いいね、少しずつでも定着はしてきてますよ ね、はい、今ね、肉のぐすうじしよう、肉のぐすうじさびらで、はい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 、毎月29日各店舗がこう肉のイベントをすれば、うん、もうずっと盛り上がっていくんじゃないかなっていうので今覚えてます。毎月しかも1日だけだったら、はい、贅沢できる、うん、こっちもさモチベーション上がるじゃないですか、はい、そうだね、今お家にある新品のカレンダーの29日、みんな丸つけて、うる丸つけてから肉っつってね、いやこれからも一緒に楽しみましょう、はい、ぜひよろしくお願いします。ぜひ一緒に盛り上げていきましょう。はい、よろしくお願いいたします。小座の裏側、さあ続いてのゲストは、はい、テシオのオーナー峰さんでございます、はい、お願いします。よろしくお願いします。峰さん、はいはい、会いたかったです。 ありがとうございます。初めてなんだよね。初めて、初めましてなんです。対面でお会いするのは、勝手に知った風なで死に私は紹介してるんですけど、うん、今回コロナがテーマ、はいです、はい、お店の現状って今いかがですかね。いや、 やっぱり影響はあります、うん、僕たちはあの飲食店ではないんですよ、うん、あのソーセージ屋さん、要は製造、ね、そう、製造販売のお店なので、うん、本当にこう世の中で言われているような飲食店の方々みたいな、そういう大きい何かその、うん、なんだろうな、影響というよりも僕たちは僕たちなりの何かこういろんな変化があったなっていうことを考えるような年ではあるんですけど、うん、はい、うん、逆にこのコロナで得たものもあるはずなんですよ。はい、テシオの峰さんは何を得ましたか。何を得たというか、やっぱりそのすぐお金を借りに行きまして、ね、現実的。そうそうそう、いやもう本当に そういうことで、でもそういうことですよね。そうなんです、あのちょうどこうコロナがあの流行りだした頃、うん、なんだかあの周りの方々はどうしてるんだろうということで、僕が真っ先に頼ったのはやっぱり町の先輩方だったんですね、うん、宮島さんだったりとか、その神山茂さんだったりにお話を聞いた時に、どうって、やっぱりその宿泊業だったりとかこういったエンターテインメントを扱っているところには、うん、やっぱり それぞれのこう悩みや課題があって、うん、僕たちはどういうふうに影響が今後出てくるのかなって考えた時に、やっぱりこう今そのキャッシュを持っておかなくちゃいけないんじゃないかっていうところにすごく駆られて、はい、僕は金融機関に走った覚えがありますね。すごいね、うん、だから具体的なことを言いますと、うん、その半年分のこういう運転費用っていうものをこう融資していただけないかっていうことで、うん、何かこのお願いをしながら、そのとりあえず現金をというところで、すごいね、はい、ビジネスマンだし、うん、なんかなんていうの、ただそれがビジネスとして会社を回すためではなくて、自分の多分商品を世に届け続けたいっていう多分思いがあるからこその行動だったんじゃないかなと思うわけですよ、うん、ですね、うん、スタッフもやっぱり多くいるので、その間彼らの暮らしはどうするんだろうっていうことってすごくやっぱりささやかれたっていうか、なんかそういうタイミングでもあったので、僕なりにやれるこのことって何だろうって思った時に真っ先に浮かんだのはそこだったんですね。でその中でいろいろ島の装いの小沢ポップアップとか、うんうん、はい、ああいうイベントもやっぱすごいこう峰さんらしいというか、うん、こう面白い試みだなと思って、私はすごくワクワクしたんですよ、それを聞いた時に、うんうん、やっぱりコロナじゃないと生まれなかった発想だったのかなとか、そういうちょっとこう苦しい時期だったからこそみんなでこう知恵を出し合ってこう作り上げていったのかなと思ったんですけど、そういうチームみたいな、こういう状況だからこそできたチームみたいなものってあるんですかね。なんだかその形だけ見るとすごく何か僕の中でもこう非常にこう
あの考えて形にできた部分って、うん、そのあるのかもしれないんですけど、あのイベントもすごく盛況でね、うん、とても何かいい機会だったんですけれども、うん、なんだろう、僕の中からこうおのずからこう生まれてくるようなそのアイデアっていうよりも、どっちかっていうとやっぱり町の人たちのコミュニケーションの中からその、うん、なんだろう、生まれてくるようなことの方が多くって、うん、だから特にその僕なんかはやっぱりこのコロナ禍って言われているその3年目って言いましたっけ、うん、その期間の中でも絶えずやっぱりいろんな方々のその動向を伺いながら、あ、僕だったらどうできるんだろうとか、うん、なんかどうすることがよりその元気に僕たちも営めて、そのなんだろうな、この世の中の方々に向けてその発信することができるんだろうっていうことはなんかとても考えてるというかですね、うんうん、あのさっき遠山さんにも聞いたんですけど、ミニさん の, そのモチベーションって何なんですか？あのモチベーションというか、ただただやっぱり今手塩っていうその営みに本当に夢中になりながらやれているんですけれども、あまりこうなん やることがそのちゃんと誰かに届いてその応援していただけてるなっていうことが僕はすごく嬉しいんですよね。でやっぱりいただいてる分しっかりその町に返せたりだとか、何かその僕の投げかけが誰かに届いたなって思えることをその重ねていくことで、なんか自然と走り続けることができてるっていうか、あんまりだから何も考えていないのかもしれないですね。逆にその、うん、なんかフラットな感じがいいのかもしれないですね、うんうん、そうですね、うんうん、やっぱちょいちょい出てくるこの街の人とか周りとかコミュニケーションっていうところをすごく大事にされてるんだな、ただ物を作っているっていうところではなくて、うんはい、うん、そこなんだなっていうのは印象、すごく印象的でしたね、うん、そうですね、うん、本当これを見てる皆さん、医療従事者関係者、行政の方や他にもいろいろね、うん、本当にみんなでちょっとね、いや本当にお疲れ様ですって感じですね。なるべくそういう方々に迷惑をかけないように、こちらも感染防止対策を徹底して、ね、はい、日々生活気をつけていきたいなと思っております。今日皆さんありがとうございました。ありがとうございます。コザの裏側、はい、というわけでジョン・トラボルタです。おお、このシリーズ、うん、サタデーナイトフィーバー、分かってますね。フィーバーしたいよ。フィーバーしたいね。したい。フィーバーりたいっすね。フィーバーりたいっすよ。本当によ、もうマジ心くじけそうなんですけど私。そうなんですけど、さっきまあ峰井さんもね、うん、富山さんも言ってましたけども、はい、まあ今できることってそれぞれあるし、その逆にシンプルにね、できることなにってなると、今まで通りこう個人的に考えてることっていうのは揺るぎなくできることはあると思うので。ね、ただやっぱりちょっと折れそうなったら、周りに言った方がいいと思います、うん、そうですね、もうちょっと折れそうって。あ、でも本当電話とかしてもいいと思う。俺最近私デイジメ電話派なんですよ。え、来てないけど俺もごめん誰に電話してる友達。あ、友達、うん、なんかこう LINE でするより、うん、すごい今までは電話より LINE の方が手軽だし、うん、相手の時間も取らないし、はいはい、こっちの都合でパパパってこう要件だけ伝えられる、すごい便利だなと思ってたんですけど、うん、この温度感を逆に伝えたくて、うんうん、LINE じゃ物足りない、うん、ちゃんとこのニュアンス伝えたいと思って、うん、あえてやっぱ電話にすることが増えたんですよ、うんうん、それやっぱ多分コミュニケーションが減ってる分、うん、繋がりたいっていう思いの表れなのかなっては自分の中で思ったんですけど、うんうん、電話でこう温度を伝えたいみたいな感覚、うん、分かる。なんかね、俺これまあコロナ前からやってたんだけど、より一層思うのは、僕もまあ映画の仕事とかするけど、大体、うん、取引先の人は本土にいる方たちだから、大体メールじゃん。ああ、そう、ね、俺電話するわけ。おお、元気っつって、うん、元気だけどちょっと忙しいなみたいな、うん、そっちどうみたいな。で最近なんかリモートとかだから、もう自宅でやってるの仕事を、うんうんうん、だから余計にこう意外とこう個人的な話もできるみたいな。あ、はいはい、こうお互いのこう安否確認っていうと大げさだけど、うんうん、声を聞く、まあまあ、生で聞くっていうのはちょっとスッとこう元気になるよね。元気になるよね。分かるわ、うん、それそれ、うん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 、みんなやった方がいいよこれ。いいね、うん、あのなんていうの、俺あれ嫌いだっけ、あの仕事の用事の時だけしか電話しない人まあそういう人いるかもしれないだいたいそうかもしれないけど、おうおう、俺あえて電話する時あるよ。ああ、何もないけど。何もないけど宮島康さんあれ俺こんな感じなのかないや、そんなことはないと思いますけど。だったらはっきり言わないで傷つくから傷つくからいや、それが嬉しかったりするんですよ。
そうだよね、なんかしみるこのやっぱり時代になって、うん、やっぱコミュニケーションを求めてるはずだから、ちょっと今折れそうになったりとかっていうのはね、音楽を聴いたりっていうだけでも僕はいいと思うし、いやそれこそ映画を見て元気もらえたりするしね、 それこそ来週はまたエンタメのテーマで、そうだそうだ、うん、できること、うんうんうん、っていう話をするはずなんです、うんうんうん、まあ、言ったら僕らもねこうやって発信する場でいるわけですから、だからこういう場所がなくならなかったことは非常にありがたいなっては思います、うんうんうん、こうテレビの画面を通して皆さんとつながれてるさ、うん、だそれは嬉しいなと思うし、だこういう時代にコロナにという状況になり、ね、で SNS が普及していてよかったなとは思う。もうね、うん、まさかこんな時代が来るとはこのコザノラが始まった当初なんか想像もできないことがやっぱり、何も考えてなかった、その何も考えていない我々の映像はバックナンバーで見ることができますよ、うん、やごめしてるんだったらもう1から0見たらいいさ、そうそう1から、ね、最新まで見たらいいんじゃないの、うん、そしたら最近の私たち見てからちょっとなんかまとまってんなと思うかもしれない、うん、まとまってるのかあの角が取れたっていうのか、そう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 、俺1回目無駄にギラギラしてるからね、いや笑えるよ見てごらん、大丈夫、私の1回目もまあまあギラギラしてるからそんなもんよそんなもんよね、今のこの状況をまた笑える日が来れる、いやそうですよ、来るためにもね、はいはいはい、あの乗り越えましょうね、うん、皆さん、ね、さっきミネイさんも言ってましたけどゴールは来ますから、来ますから、はい、ね、止まない雨はないですから、うん、開けない夜はないとかね、いろいろね、開かないボトルもないですよ、そうですね何この大喜利みたいなやつトラボルタでした来週